久保さん、久保さん。あの、終わり良ければ全て良しみたいな言葉あるじゃないですか。多分、本当にまさにその通りだと僕は思うんですよね。みんな、始まりばっかり気にするじゃないですか。始まり、スタート。本当にこれやっていいのかなみたいな。スタート気にするんですけど、終わり良ければ良くないみたいな。まあ、まあ、僕の場合はちょっとね、18年ぐらい、まあ、10年以上ちょっとかかっちゃいましたけど、今、自由なこういう生活できて、めちゃめちゃ良かったなと思いますね。でも、スタートはもうぐちゃぐちゃだったし、 大変なこともあったけどもでも久保さんもよく言ってますけど40歳から始めてね結局まあ,あのいろいろあったけど今刈り取ってると <laughs> 思うんですねいろんなこといろんな出来事麻雀店の苦労だったりとか今までのいろんな人生のつらかったこと大変なも,ものね久保さんは刑務所に入ったこともありますからね だからそういうのも全部ひっくるめて今刈り取ってると思うので、だから終わり良ければ全て良しっていうのは、まさに僕はその通りだなと。でも、始まりもよろしくない、終わりもよろしくない。<laughs> 最悪ですよね。だから終わりが、あの、これやっててよかったなと思えるぐらい頑張ればいいんじゃないですか。うん、これやっててよかったなと思えるぐらい頑張る。でもその頑張るものが、間違ったものをが、間違ったものというか、 まあビジネスで言う,うならば儲かんないものを頑張ってるとしんどいですね。うん、コンテンツビジネスは儲かりますからね。久保さんも速果塾やったことによって、速果塾やってなかったらね、今もやってますけども、借金も返せなかっただろうし、まあ僕もあのバックエンドをね、いろんなバックエンド、僕の場合はすみません、いろいろ作ってるのであれなんですけども、もうコンテンツビジネスやってなかったら借金も返せなかったし、今の自由な生活も得てないので、まあコンテンツビジネスはおすすめですね、本当に。 情報,発情報発信してコンテンツビジネスやるのがおすすめですね。いっってらっしゃい